見逃せない。平野翔とキャリーパミュパミュの心震える対話。奇跡の対談。平野翔とキャリーパミュパミュが語る新曲とコーチェラの裏側。ラジオ番組チャプターゼロに驚きのゲスト出演が発表されました。人気アイドルグループナンバーアンダーラインアイのメンバーで現在はソロアーティストとしても活動する平野翔と世界的ポップスターキャリーパミュパミュが共演する。 この二人の共演は、ファンにとってまさに夢のような出来事です。ラジオでの対談がどのような内容になるのか、今から期待が高まります。特に注目されるのは、二人がどのような話題について語るのかという点です。平野翔は、新曲や最近の活動について語る予定であり、また、彼が参加したコーチェラの舞台裏についても、詳しく話すとのことです。このコーチェラは、 世界的に有名な音楽フェスティバルであり、そこでの経験は彼のキャリアにとって大きな意味を持つでしょう。一方、キャリーパミュパミュもまた、その独自のスタイルと魅力で世界中のファンを魅了しています。彼女がどのようにして現在の地位を築いたのか、その背景には多くの努力と挑戦があったことでしょう。ラジオでの対談を通じて、彼女の音楽に対する情熱や創作の裏側を垣間見ることができるかもしれません。 さらに、彼女の今後の活動についても触れることが期待されています。この二人が共演するということは、単なる偶然ではありません。実は、彼らは同じ誕生日を共有しているのです。1月29日生まれの二人がどのようにして出会い、今回の共演に至ったのか。そのエピソードも興味深いポイントの一つです。共通の誕生日を持つ二人がどのようなケミストリーを見せるのか。 ファンの期待は高まるばかりです。今回の共演に対するファンの反応も非常に熱狂的です。SNS では、平野翔のゲスト出演に対する歓喜の声が数多く寄せられています。嬉しいお知らせありがとうございます。2週連続で賞さんの出演楽しみにしています。など多くのファンがこのニュースを待ち望んでいました。また、キャリーパミュパミュさんとのトークが楽しみです。 コーチェラの話が聞けるなんて激熱すぎます。といったコメントも多く見られ、二人の対談がどれほど期待されているかが伺えます。ラジオでの対談が行われるのは、来週の6月9日から2週間にわたる予定です。初回の放送では、平野翔の新曲について詳しく語られることが予想されます。彼の音楽に対する情熱や楽曲制作の裏側についての話は、 ファンにとって非常に貴重な情報となるでしょう。また、コーチェラでのパフォーマンスについても詳しく聞けることが期待されます。世界的な舞台での経験を語ることで、彼の成長や挑戦の姿勢がより明確になることでしょう。2週目の放送では、キャリーパミュパミュとの対談がメインとなります。彼女の独自の視点や音楽に対するアプローチは、平野翔にとっても刺激的なものでしょう。 二人がどのような話題で盛り上がるのか、ファンは耳を傾けることでしょう。また、キャリーパミュパミュが彼女のキャリアについて語ることで、彼女の成功の秘訣や困難を乗り越えたエピソードが明らかになるかもしれません。このラジオ番組を通じて、ファンは二人の新たな一面を発見することができるでしょう。平野翔の新曲についての詳細や、彼の音楽に対する真摯な姿勢、そしてコーチェラでの経験など、 聞き逃せない話が満載です。また、キャリーパミュパミュの音楽に対する情熱や、彼女の創作の裏側についても深く掘り下げられることでしょう。この共演が実現する背景には、二人のアーティストとしての成長と挑戦の軌跡があります。平野翔は、キングプリンスとしての活動を経て、ソロアーティストとしての道を歩み始めました。その過程で彼がどのようにして自分自身を見つけ、 音楽に対するアプローチを確立していったのか、その過程には多くの試行錯誤と努力があったことでしょう。一方、キャリーパミュパミュもまた独自のスタイルを確立し、世界的なアーティストとしての地位を築いてきました。彼女の音楽に対する情熱や常に新しいものを追求する姿勢は多くのファンに感動を与えています。二人が共演することで互いに新たな刺激を受け、 さらに成長することが期待されます。ラジオでの対談を通じて、彼らがどのようにしてお互いを高め合うのか、その過程をファンとして見守ることができるのは非常に楽しみです。この共演が実現するに至った背景には、二人のアーティストとしての成長と挑戦の軌跡があります。平野翔は、キングプリンスとしての活動を経て、ソロアーティストとしての道を歩み始めました。 その過程で彼がどのようにして自分自身を見つけ、音楽に対するアプローチを確立していったのか、その過程には多くの試行錯誤と努力があったことでしょう。一方、キャリーパミュパミュもまた独自のスタイルを確立し、世界的なアーティストとしての地位を築いてきました。彼女の音楽に対する情熱や常に新しいものを追求する姿勢は多くのファンに感動を与えています。 この共演が実現する背景には、二人のアーティストとしての成長と挑戦の軌跡があります。平野翔は、キングプリンスとしての活動を経て、ソロアーティストとしての道を歩み始めました。その過程で彼がどのようにして自分自身を見つけ、音楽に対するアプローチを確立していったのか、その過程には多くの試行錯誤と努力があったことでしょう。一方、 キャリーパミュパミュもまた独自のスタイルを確立し世界的なアーティストとしての地位を築いてきました彼女の音楽に対する情熱や常に新しいものを追求する姿勢は多くのファンに感動を与えていますこのラジオ番組を通じてファンは二人の新たな一面を発見することができるでしょう平野翔の新曲についての詳細や彼の音楽に対する真摯な姿勢そしてコーチェラでの経験など 聞き逃せない話が満載です。また、キャリーパミュパミの音楽に対する情熱や、彼女の創作の裏側についても深く掘り下げられることでしょう。この共演が実現する背景には、二人のアーティストとしての成長と挑戦の軌跡があります。平野翔は、キングプリンスとしての活動を経て、ソロアーティストとしての道を歩み始めました。その過程で彼がどのようにして自分自身を見つけ、 音楽に対するアプローチを確立していったのか、その過程には多くの試行錯誤と努力があったことでしょう。一方、キャリーパミュパミュもまた独自のスタイルを確立し、世界的なアーティストとしての地位を築いてきました。彼女の音楽に対する情熱や常に新しいものを追求する姿勢は多くのファンに感動を与えています。このラジオ番組を通じて、 ファンは二人の新たな一面を発見することができるでしょう。平野翔の新曲についての詳細や、彼の音楽に対する真摯な姿勢、そしてコーチェラでの経験など、聞き逃せない話が満載です。また、キャリーパミュパミュの音楽に対する情熱や、彼女の創作の裏側についても深く掘り下げられることでしょう。この共演が実現する背景には、二人のアーティストとしての成長と挑戦の軌跡があります。 平野翔は、キングプリンスとしての活動を経て、ソロアーティストとしての道を歩み始めました。その過程で彼がどのようにして自分自身を見つけ、音楽に対するアプローチを確立していったのか、その過程には多くの試行錯誤と努力があったことでしょう。一方、キャリーパミュパミュもまた、独自のスタイルを確立し、世界的なアーティストとしての地位を築いてきました。彼女の音楽に対する情熱や、 常に新しいものを追求する姿勢は多くのファンに感動を与えています。